本では食品企業の製造工程で発生する規格外品などまだ食べられるのに廃棄される食品が年間612万トンにも上ると推計されており、これを食品ロスと言います。食品ロス削減のため寄贈食品を無償で引き取り、必要とされる方々へ無償で提供するフードバンクと呼ばれる活動が進められています。しかしこの活動は非営利で、資金と人手が不足するため持続的な活動が難しいという課題があります。福岡県リサイクル総合研究事業化センターでは、平成27年度から28年度にかけて食品ロス削減研究会を実施し、フードバンク活動の県内全域への普及の可能性の検証を行いました。このフードバンクが世の中に本当に必要なものであるけれども、不安定な運営体制であるということから、この福岡県で安定して世の中に広がっていくような仕組みをですね、作っていきたいということで応募した次第です。県内で出た食品を県内で役立てていくという、そういう地産地消のですね、そういう仕組みの中で全域に広がっていくような、そういう展望がですね、しっかりと見えてきたのが成果だと思います。平成29年度からはフードバンクを活用した食品ロス削減推進共同研究プロジェクトを実施し、食品ロスを福岡県内全域で安定的・継続的に活用できるフードバンクシステムの構築を目指し、平成31年4月1日に一般社団法人福岡県フードバンク協議会を設立しました。また食品トレーサビリティ強化のため、寄贈食品が食品受取者に渡るまでのプロセスや情報を共有できるフードバンク活動支援システムの開発を行いました。県内バラバラで行ってました各フードバンク団体の活動をそれぞれ見直しまして、私どもフードバンク協議会が各企業団体様の窓口というふうになってですね、県内全域に対してですね、やっぱりフードバンク活動が広がるというのが実現できたというふうに考えております。今後は一般社団法人福岡県フードバンク協議会が中心となり、全国でも例のないフードバンク社会システムを運用し、食品ロス削減と食品を必要とされる方々への支援を推進していきます。